どうしてフィリピン留学をしようと思いましたか？はい、昔から、座学が好きなタイプではなくて、英語を勉強しても全く続かないタイプでした。かつ日本にいると仕事や家族や友人を優先してしまって全然勉強ができなかったんですけれども、一回こうフィリピンに来てしまえば特にリーズナブルなコストで、短期集中で英語を学べると思って、会社の勇気を使って今回は来ました。はい、ありがとうございます。次の質問です。試合生活についてお尋ねしたいんですけれども、先生や授業はどうでしたか？はい、私が出会った先生方は皆さんとても熱心な方々で、特に私の英語力の向上を第一に考えてくれているという印象を強く感じました。で、それだけじゃなくて皆さんすごくユーモアに溢れていまして、笑いのある授業が続いて50分という時間もあっという間に経ってしまったなというのを特に感じています。宿泊施設はどうでしたか？私は内部寮ではなくて、外部のコンドミニアムを利用させていただきましたが、そのジムやプールも完備されていまして、部屋もとても綺麗 でとても過ごしやすかったなと思います。内部寮と違って他の学生との交流がないのかなというふうに当初思ったんですけれども、一方で逆に、約10人ぐらいの生徒はいろんな国籍の方がいましたが、そこはかなり仲良く過ごしたなと、一緒にご飯も何度も行きましたし、いい時間を過ごせたなと思っています。試合の食事はいかがでしたか？はい、私が来たぐらいのタイミングで、シェフが変わったというふうに聞いていまして、私としてはすごく美味しくいただくことができたなと思っています。試合の食事だけではなく、仲良くなった同時期に来たバッチメイトと呼ばれるクラスメイトや、グループクラスのメンバー、気の合う仲間と定期的に外食もしていて、当然ながら日本の物価がかなり低いのでリーズナブルに美味しいご飯を食べるというふうに思っています。ありがとうございます。1ヶ月の留学成果はいかがでしょうか？はい、私はトイックのコースを受けましさせていただいてましたが、そのトイックのスコアを250点伸ばすことができました。それは自分にとってかなり今までにない成果かなというふうに思っています。平日はどれぐらい勉強されましたか？はい、1日50分かける2つ分のセルフスタディの時間はもちろん、しっかりと勉強、自主学習をしまして、帰ってからも最低2時間は勉強して、特に授業をレビューの時間に当てるために授業でやる問題は基本的にはセルフスタディで解いて、先生とはもう英語でその間違えた部分のレビューをするという時間に授業を費やすようにしました。お休みの日はどのように過ごされましたか？休みの日は土曜日は、必ず旅行に行きました。なので全部で土曜日が1ヶ月間だったので3回ありましたが、主要な観光地には行けたかなというふうに思っています。かつ、その旅行だけでなくて、クラスメートのみんなやと、ディナーやランチもいろんな店を開拓して、それもリーズナブルなコストでのところに行けたなというふうに思っています。この目標は、日本に戻ってから日本のトイックの語力テストで800点を取ることを目指して、その上で、海外駐在をしたいというふうに考えています。ありがとうございます。最後に今の留学をご検討中の方にアドバイスをお願いします。はい、特に、英語を継続的に勉強するのが苦手な方や時間があまりない方というのは、特にこのフィリピンに来れば短期集中でリーズナブルなコストで勉強ができるというふうに私は思っていますし、私自身250点上げることもできましたので、必ず良い機会になると考えていますので、前向きに検討してくれればなと思います。ありがとうございました。I hope your study abroad will be successful and you spend great time in CIA. Thank you.